キルベガン蒸留所はアイルランドのウェストミーズ兼キルベガンのブロスナ川沿いにある蒸留所。かつてはブルスナ蒸留所やロックス蒸留所とも呼ばれた。現在はビームサントリーが所有している。小型のポットスチルの蒸留所で1757年に蒸留のライセンスを得ており、その写しが現在も蒸留所内で見ることができる。 1900年代の上流所上流所は1757年に設立され、1798年からその年のアイルランド人連盟の反乱に加担したとして、マリンガーで息子が処刑されたマシュー・マクマラスが運営した。1843年にはジョン・ロックが上流所を手に入れ、1943年には孫娘のメアリー・エブリンとフローレンス・エミリーの手に渡っていた。 1920年代から1930年代の経済不況で上流所は損害を受け、1947年に上流所は売りに出され、スイスとオーストリアの詐欺師が関与するトランズワールド、トラストが落札者となった。オリバー・ジェフラナガンは、議員特権下でフィアナ・ホイール党員がこの取引に関与していると申し立て、校長会は、この主張をいくらか割り引いて聞き入れたものの、 この問題は1948年、アイルランド総選挙でのフィアナフ・ォイル島の隊長に繋がった。1954年3月19日、蒸留所の生産は終了した。1957年には完全に閉鎖され、建物は荒廃することとなった。閉鎖から25年後、キルベガン自治体は蒸留所を復元して、ウイスキー蒸留所博物館として公開した。 クーリー上流所がヒルベガントロックスウスキーのライセンスを購入し、後に博物館も引き継ぎ上流所としての活動を再開させた。水車上流所はかつての運営時の必要性から川沿いの低い場所に建てられており、19世紀の水車が未だに利用されている。スチームエンジンを稼働させて電力を得ることもできるが利用されることは稀である。また、 ザパントリーレストランも存在する。ウイスキーの生産は上流所の創建から250周年を迎えた2007年に再開された。同所で使われる2機の同製ポットスチルの一つは1800年代初めに作られたもので、かつてはタラモア上流所で利用されており、今日世界でウイスキーを生産するポットスチルでも最も古いものである。2010年に キルベガンは透過層と発酵層を導入して完全な運営を再開した。現在、キルベガンで生産されているウイスキーは2014年まで販売は行われないが、現在もキルベガン上流所のウイスキーとして、キルベガン、ロックスブレンド、ロックスモルトハブの3名柄の様々な熟成機関のものが販売されており、これらは ラウス県のクーリー蒸留所で作られ、キルベガンまで移送された後、200年以上前に作られた加工岩の貯蔵所に保管されて作られている。2009年、蒸留所は製造中の心臓スピリットの1ヶ月、1年、2年ものの3パックサンプルを発売している。アイルランドではスピリッツ類が合法的にウイスキーと呼ばれるようになるまでには最低で3年の 熟成が必要とされている。上流所のビジターセンターは2008年のウイスキーマガジンのイコンスオブ、ウイスキービジターアトラクション部門でノミネートされている。ありがとうございます。